では放送席、今日活躍されました4番大山選手にお話を伺います。はい、雨の中お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。今季初めてファンが入ってのプレーになりましたけれども、振り返ってどんな雰囲気でした？まあ、やっぱり無観客の時とは違う雰囲気がありましたし、まあ、やっぱり声援の力はすごく大きいなというのは感じたので、まあ、その中で、途中で終わってしまいましたけど、勝利できたというのはすごく良かったかなと思います。そのファンの目の前でいきなり勝利につながる素晴らしいホームランが出ましたけれども、どんなバッティングだったでしょうか？まあ、2点逆転して、すごく勢いに乗っているところだったので、その流れに乗って、まあ、スイングした結果がホームランだったので、すごく良かったなと思います。そのホームランの過程の中でやっぱりファンの声援があるないは違いますか？そうですね、まあ違うと思います。はい、そしてホームランを打ってグラウンド一周する際もファンの姿があったと思いますけれども、一周の気持ちはどうでした？嬉しかったです。はい、そして大山さん、これ4番に入って3試合うち2試合ホームランで全部ヒットを打ってますけど、バッティングの状態自体はどのように掴んでいらっしゃいますか？まあ、すごく自分いい、スイングできていると思いますけど、まあ、でも、1打席1打席、1試合本当に必死にやるだけなので、まあ、その結果がついていいと思いますけど、本当に油断はしないようにしっかりやっていきたいなと思っています。そして、まあ、グラウンドもかなり最後雨でぬかるんでいたんですけれども、青柳投手も頑張っていました。最後ソト選手を三振に取ったとき、大山さんは見ていてどんな感じでした？見ていて嬉しかったです。はい、これで大山さんの活躍もあってチームは今季最長4連勝を続けています。今後に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。まあ、本当にチーム全員の力だと思うので、そこに、まあ、しっかり勢いに乗って、一つでも、勝っていけるようにしたいと思うので、まあ、それになんとか、ついていけるように頑張りたいと思います。この先も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まずは打のヒーロー大山選手でした。まずは大山選手ということで、ご覧の皆様にも通常とやっぱり段取りが違いまして、はい、で晴れた日と今日のような雨とまた違って、次は青柳選手ということなんですが、このソーシャルディスタンスがあってね、選手とも間を置かないといけないんで、こういう段取りごとが結構あるんですが、それで青柳投手です。それでは続きまして、大変な状況の中見事な勝利でした青柳投手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずファンの声援を受けての投球になりましたけれども、改めてどうでした？はい、いや、本当無観客とは全然違う緊張感もありましたし、やっぱ最後厳しい時にファンの声援というので最後三振取れたかなと思うので、すごいありがたかったです。その外選手の時、今までとはまたちょっと違う応援スタイル、拍手の応援というのがあったんですが、気持ちは、皆さんの気持ちは届いてましたか？はい、もうすごく届きましたし、そのおかげで本当にいいピッチングできたと思うので、よかったです。今日は内野ゴロが2桁10個ありましたけれども、はい、内容を振り返ってどうでしたでしょうか？そうですね、雨の中本当野手にやめてくれって言われたんですけど、まあ、僕はそういうスタイルなんで、もう自分のスタイルを貫いてなんとか投げました。そして今週大八木投手の1週間を振り返ると、はい、スライドあり注射あり、なかなかマウンドに行けませんでしたけれども、はい、今日改めてどんな気持ちで向かったんでしょうか？そうですね、結局マウンド上がっても雨男っていうところだったんで、まあ、今年はもう去年からもそうですけど、雨男スタイルを貫いて同日頑張っていきたいと思います。ただ非常に難しいそんな状況でも勝利ができる、かなり自信手応えがあるんじゃないでしょうか？そうですね、まあ、調整という部分では難しい部分はありましたけど、まあ、本当もう行けと言われるところに行くだけなので、もう気持ちだけ切らさずに頑張りました。これでチームは今季最長の4連勝となっています。青柳投手も3戦2勝ということになりました。今後に向けてファンにメッセージをお願いいたします。そうですね、本当チームもいい流れですし、まあ、僕の勝ちはまあそんなでもないですけど、本当チーム自体が勝つことがファンの一番の、そうですね、嬉しいことだと思うので、まあ、これからもどんどん勝てるように頑張っていきたいと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。放送席、タイガース矢野監督です。聞いていただきましょう。コールドゲーム、この雨じゃ仕方ないですかね。そうですね、まあ、青柳がね、最後ね、何とか頑張ってくれってね、もう願いながらというか、本当によく頑張ってくれましたね。はい、青柳投手5回2失点監督の目にはどんなピッチングに移りましたか？まあ、開幕してね、ずっと安定したピッチングしてくれてますし、まあ、今日もね、コンディションこの悪い中、まあ、先制点は取られましたけど、まあ、最後なんか本当に足がね、こう滑ってなかなかコントロールしにくい中で、まあ、外っていうバッターをね、なんとか一人頑張ってくれたんでね、本当にナイスピッチングでした。これまでね、なかなか青柳選手援護点がないっていう試合が多かったんですけども、今日は逆の展開になりましたね。
そうですね、はい、さっき点取られてすぐ近くがね、ホームランで返してっていうね、本当にこうムードも、いきましたし、まあ、その後ケントがまた行ったっていうところでね、本当に効果的な、援護がすぐできたっていうのは大きいですね。あの1回の長打構成っていうのは監督鮮やかでしたね。そうですね、もう本当に、ユウスケもね見事なホームランでしたし、まあ、その後もつながったんですけどね、本当にいい攻撃が、まあ、徐々にねみんな状態が上がってきてるんで、本当に楽しみになってきてます。2回3回っていうのも監督チャンスはねありましたけどもね。そうですね、ただ今日はもうこのような雨の状況なんでね、なんか点取ってほしいのと早く5回まで行ってほしいのと、本当に複雑な思いで見てました。今日みたいな天気の中の試合っていうのは監督やっぱ戦いづらい、いろんな意味で戦いづらいっていうのはありますか。いや戦いにくいですね、まあ、攻撃もねあんまり淡白になりすぎても困りますし、かといって、点もまだ欲しいですし、まあ、そういうところで本当に気持ちがね難しいし、まあ、やってる選手はもっと難しいかなと思います。そういう部分では5回の表もよく青木投手1点で踏ん張りましたね。いやもう本当に最高のね、ピッチングだったと思いますし、うん、価値ある5回の投げ切りの投球だったと思います。先ほど打線のお話ありましたが、やっぱり打線もだいぶ状態は上向き良くなってきた、手応えというのはどうでしょう。そうですね、まあ、今日も地下もねホームランももちろん出ましたし、まあ、ケントも当たり出してるし、まあユウスケもねいい感じで、ボアもやっぱりこう名前が出てくる人数もだいぶ増えたんで、まあ、そういうところで、まあ、地下がもっとね出てくれると相手にとっては脅威なんで、まあ、全員が、上がってきてるんでね楽しみです。監督の表情もだいぶ昨日今日と柔らかくなったようないやそれはやっぱりね苦しい中でも前を向いてってね言いながら、なかなか自分もできてないんじゃないかなっていうところでね、いろんな葛藤もあって、まあ、でも選手たちがね本当にそういう前を向く姿勢で戦ってくれてるんで、僕も前を向こうと選手を見て思ってます。昨日はこの場所で今日は忘れられない日になるんじゃないかっておっしゃってましたけども、はい、どんな日でしたか。そうですね、今日もね初めてお客さんが入ってもらうっていう試合で、またこの雨で5回で、本当に忘れられないですし、うん、僕の一生の思い出に残り一生かなと思います。ファンの声援ってやっぱり違うんですね。そうですね、最後もあとね一人のところで青柳頑張れっていうね声がスタンドから、僕は監督で座ってるところですけど、そこでもやっぱり声聞こえてましたし、やっぱりファンの人の声援っていうのは僕らの大きな力になるなっていうのはね、今日はまだ制限ありますけど、それでも強く感じました。昨日は終了後無人のスタンドへの挨拶でしたけども、お客さんの姿を実際にご覧になってどんな気持ちで最後ファンに勝利の報告されてました。そうですね、僕たちはねベンチで屋根のあるところで雨はしのげますけど、スタンドでね雨にずっと濡れながら、今日も最後までいてくれたファンにね、まあ、最後勝利の喜びをね一緒に感じ取れたっていうのは本当に嬉しく思いますし、まあ、本当に、こんな大変な中来てくれたっていうことに本当に感謝してます。さあ明日は西投手で連勝を伸ばしましょう。そうですね、はい、もう本当にいい戦いができてきてるんでね、どんどんつなげて、はい、勝っていきます。また明日も楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。